はい、オッケー。基本的にないからできないっていうのを理由にしたくないんで。彼はなぜ格闘技をやろうと思ったのか。なきゃないなりに何かをしなきゃいけない。挑戦の積み重ねなんですよね。小林健太、37歳の挑戦。片腕のハンディキャップを超えて。八王子で造園業の仕事をしている小林健太。どこにでも見られる普通の風景。でも彼を初めて見る人はどうしても驚いてしまう。彼の左手首から先がないからだ。それでも仕事は他人と同じようにこなす。そこにはハンディをまるで感じさせない姿がある。我々はそんな小林にいろいろな話を聞いてみることにした。まずどうしても気になるのはその左手首のこと。3つの時に、機械の巻き込み事故に遭いまして、それで、まあ、左手切断っていう形で、当時の話を聞いたりすると自分がやっちゃいけないことをやったっていう認識はあったみたいで、もう近づくなって言われてるんだけれど、まあ手伝いたくって近づいちゃったりだとかっていうのが、そういうことがあったみたいで。小林家で飼育していた犬の食料をミキサーする機械、幼い少年はその中に左手を巻き込まれた。その時のことを小林の母たちはこう語る。はっきり言って なんでそうなったかって、親が不注意だったんでしょうね。それはもう分かってる。うちの母親なんか死んじゃうんだじゃないかと思った。その時には一緒にいたから。翌日たども病院行って、なんせこう病室のドアを開けたらベッドの上で健太が包帯して片手でね、おもちゃでね、そうそうそう、こうに遊んで、もうね、涙が出るというかね、え、平気なのみたいな、ね、ね、痛いも何にも言わないと、何にも言わなかった、ね、あの姿はね、今でもね、思い出すね、うん。まあ、誰がいけないって言っても結局自分が機械の近く行っちゃったっていうのが一番いけないことなんで、全てが自分の責任じゃないかなっていう形には思ってますけど。幼くして体験した不幸な事故。しかし小林はそれをハンディキャップと捉えたことはないという。まあ一人で知らねえとこ行くとあっち見ちゃダメなんていうのも結構ありましたけど、まあ友達なんかになんでないのなんていうのも聞かれたりだとか、でも事故にあってなんていう話をするとやっぱみんなね、それだけで、あ、そうなんだって今でいじめみたいなものもなかったんで、すごく周りのみんなにはもう感謝しきれないぐらいありがたく思ってますね。弱音吐いたりとかってそういう記憶ってありますか？しないけどね、うちあのゴールデンっていうか犬を飼ってたの。犬に抱きついてることがあったよね。きっと本人なりなかったんだろうと思う。それだけで終わり。どうしたのって聞いたって、親がこうついていくことできないし、もう帰れないもんね、こればっかね。だから何しろね、周りに恵まれたんだと思う。周りが得意な目で見なかった。だから周りが感謝してる、うん。周りに恵まれた。親子は揃って口にする。そしてハンディキャップを背負うものは自分だけではないと、小林はある有名プロの存在からも勇気づけられた。小学校の時に、まあ、子ども会で、ソフトボールのチームがありまして、当時ジム・アボット選手がちょうど出てる頃で、アボット選手に憧れてっていうわけじゃないですけれど、やり方を真似てみたりだとか、
やっぱりグローブをどうやって使ってるかって見たりだとか、プロでもそういう人がいるんだよっていうのもあったんで、まあ幸いみんなも一緒にやってくれたんで6年間やることができました。また母は中学時代の小林のエピソードをこう語る。縄跳び飛べませんよね。したらね、新宿に総合研究所っていうとこがあるんですよ。そこを探し当てて、縄跳び飛ぶために装具を作ってもらいました。そこへ2度3度足を運んでね、その時に片足がない女の子とも仲良くなってお話しするようになった。その子よりうちの子の方がよっぽどね、装具つけないで歩けるんだもんと思って、比べちゃ悪いけど、まあ、なんていうことないな、って思いました。母の果てしなく強き心と小林の前向きな姿勢、人は悲しみや苦しみを超えて人生を進んでいく。今小林は地元おみこしの会で会長を務め、仕事先でも精力的に働いている。真面目で人違うかな、優しいですね。気配りが上手で、皆さんの動きとかを把握しながら段取りを組まれてると、また客観的に見て思います。ひたむきに生きる小林だからこそ周りの信頼も厚い。今回そんな小林は生まれて初めて対人コンタクトスポーツに挑み、さまざまなハンディを乗り越えてきた彼がなぜ過酷な格闘技をやろうと思ったのか、それは彼の宝物からの無邪気な一言だった。去年八王子大会応援で行きまして、まあ、うちの息子と行ったんですけれど、父ちゃんもやらないのなんていう、そういう言葉もあって、まあ、後押しされたっていうのもあるんだけれど、反面やっぱり僕がこうね、いろんな人の目でに当たるっていうことで、彼自身がやっぱり友達うちにね、あいつんちの親父は、ね、手がねえんだよなんてね、指さされたりだとかっていうのがないとも言えない時代なんで、ただね、挑戦するっていうのは、まあ、こういうことだよと、何か記憶の片隅に残ればいいなと思って大会に出場っていうことを代表と相談させていただいたんで。少年である自分の息子に挑戦することの大切さを伝えたい。片腕のハンディキャップがあっても逃げずに戦い続ける強い父の背中を見せるために。その対戦相手はカマキリデーモンのヒロミ。ローカル格闘技大会に積極的に出場し、業界では知らない者はいないほどの名物選手。しかし小林はこの挑戦をただの思い出にする気はさらさらない。今までの生きてきた証を自らの力で証明するために、そして応援してくれる全ての人たちに勝利という名の恩返しをするために。小さい時から、まあ、親でもそうですけれど、ないのが僕自身には当たり前なんで、なきゃないなりに何かをしなきゃいけない、挑戦の積み重ねなんですよね。確かに怖いっていうのはあります。ただまだ元気のうちに一つの挑戦という形で家族にも子供たちにも記憶の片隅にでも、ね、何か残せればなと思いますんで。多くの人にこの戦いを見てほしい。人はハンディキャップを背負っていても強くたくましく生きていける。小林健太37歳の挑戦、己のすべて力に変えて。ディープ MMA ルール55キロ以下3分2ラウンド。
小林健太 VS 玉切デーモンひろゆき。